皆さんこんにちは、旅そのチャンネルの旅その本人でございます。今回も駅紹介シリーズをしていきたいと思います。今回紹介します路線は横須賀線、正式名称この区間は品格線となります。西大井駅を紹介していきたいと思います。この西大井駅は1986年に開業しました。その時は横須賀線のみが来ており、その後に湘南新宿ラインが乗り入れてきました。品格線自体は1929年からありましたが、貨物線として使われてました。で、旅客化したのが1980年代ぐらいですね。この品格線で多分最初に駅開業したのは新川崎駅です。この後でまた別の動画で紹介していきたいと思います。では本編動画へどうぞ。西大井の駅に到着いたしました。これから外に出るんですけど、西大井駅はね、横須賀線と湘南新宿ラインが来る駅と言いましたが、それ以外にもいろいろと来ております。JR 相鉄直通線とかね、それらも止まっておりますね。西大井駅はね、あと、それですね。で、お隣さんがね、品川とか大崎とか、武蔵小杉でございます。で、特急列車はすべて通過です。あとね、西大井からね、大井町に抜ける路線バスも出ております。で、路線バスの発着にもなってたりしますね。で、こちらは西大井駅の駅名表です。この後また武蔵小杉の動画を多分同じ日に投稿すると思います。ただいま発車します列車は湘南新宿ラインですね。確か宇都宮駅だと思います。この区間快速とかもありまして、確か西大井通過する列車もあったんじゃないかな。ちょっと私はあんまり詳しくはないんですけど、そんな感じでございます。で、あと西大井のね、向こう側上の方には新幹線も通過する、上ですね、新幹線の線路もあります。この後別の駅を紹介します。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。